お、抜け早く先に点を取らない。走った、下下下下下セーフ。おー、いきなりチャンス来た。お、あー詰まっとるな、ダメだ、フライだ、無理だな。あー3塁行った、3塁行った。おいおいおい、大丈夫か。おい、セーフ。あー、ね、溜めるな。おい、痛すぎるわ。これで流れが一気に消えちゃうやん。おー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 、取った、はじいた、はじいた、ああライト打ってるやん。おい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 、もう打てる、もう打てる、もうダメだ。あ、止まった止まった止まった、あぶねー。先に点取られたら絶望的だ。よし、三振。よっしゃ、なんとか抑えた。さすがにピッチャーに打たれるわけにいかん。さすがに、よっしゃ、三者連続三振。足が当たった方が良くなったかもしれない。早く点取ってあげてくれ。お、やっと1点入った。もうこのまま1点で逃げ切りたいな。お、お、どうだどうだ、超えるんじゃない、超える超える超える、よーし、3対0、よーし、でかい、よーし、外野前進してたから、抜けたわ、よっしゃ、よーし、よし、これは勝ったんじゃないか、3-0だから、でかかったら、外野がだいぶ前にしてたから、その分抜けたね、いやー、やっぱ、敬遠して舐められてたから、プライドが勝った、おっ、おっ、おっ、いいんじゃない、いいんじゃない、あー、おー、超えろ、よし、超えた、よっしゃ。よしまあ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 、4点あってよかったわ。あー、よかったよかった。まあ、しょうがない。当たりいいな。ライデル出すかな。うおーおーおーい、おー、ストップ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 。入ってこれんだろ。もうピッチャー変えよう。まだ、まだ間に合う。まだ間に合う。もういいわ。もうライデルでいいだろ。うわー、当てた。こっちも痛いぞ。満塁になっちゃったじゃん。よかった、抜けなくて。今取ってよかった、危ねえ。あー、いやいやいや、落ちる落ちる、取れ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 、よしよしよし、オーケー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 、これあと、よしよしよし、オーケーオーケーオーケー、よし、オーケー、サードゴロ、よし、勝ったよ、しゃー、危なかった、勝ったね、よし、やった、あーよかった、さすがライデルだわ、しっかり抑えていく。あー、よかった。あー、疲れた。これで現地観戦7勝目だな。7勝13敗。まだまだ借金あるけど、ドラゴンズよりはない。よかった。ビクトリアトリナです。本日もよろしくお願いします。ということで、ドラゴンズ今日阪神に勝ち越しました。ドラゴン、クライマックス、かすかな希望がね残りました。なんとかなんとか勝ち越して、本当は3連勝したかったですけどね、まあ勝ち越せたということで、今日はドラゴンズ先発ピッチャーね、柳投手、阪神森木投手ということで、まあ現地観戦見た感想としてはね、とにかく阪神のドラフト1位の森木投手えぐいなと、途中まで点取れる気がしなかったですね。ストレートはガンガン走っててね、152-3出てましたけど、ドラゴンズのバッターがほとんど外野にボール飛ばせなくてね、もうこれはやばいな、終わったなと、まあ終わったなって言いたかないですけどね、ドラフト1位さすがだなと、
まあ、ドラゴンズでいうと高橋宏斗がいますけど、そんなぐらいねストレートが走ってて、時折カーブでストレート取ったりとかね、まあ、テレビで見てなくてもすごいなっていうのがね正直伝わってきました。一方柳投手はね序盤から結構フラフラしてね、まあ阪神に結構チャンス作られてね、危なかったんですけど、なんとか粘ったのか、阪神打線がね、攻めあぐねたのか、まあ、どっちかわからないですけどね、それはとにかくともあれもうね、0点で抑えた、そこで踏ん張ったからこそね、今日勝ちが転がれ込んできたんじゃないかなと、ヒーローインタビューで本人も言ってましたけど、足にボールが当たってね、アクシデントで途中で離脱してまた戻ってきたんですけど、その当たった後からね、むしろ、ピッチングが良くなったっていうね、よくわからないんですけど、まあね、怪我もしなくて本当に良かったということで、まあ今日みたいにね、ちょっとラッキーな要素で勝ちがつく日もたまにはね、いつもなかなか勝ちがつかないんでね、あっていいんじゃないかなと思います。そしてなんといっても最後ね、まあ僕は三塁側のね、レフトスタンド、阪神のレフトスタンドに近い側のね、三塁の内野席にいたんですけどね、阪神の声援がすごい、めちゃくちゃね、バンバが叩いてね、もう、まあ、若干声も漏れてましたけど、9回最後ね、4対0で藤島投手が上がってピンチ作ってから、阪神のね、チャンステーマ、えぐいぐらい、もう、地響きかっていうぐらいね、めちゃくちゃ声援がすごかったですね。ここは名古屋ドームじゃなくて、甲子園なんじゃないかと。まあ、さすがね、やっぱ、まあ僕もドラゴンズファンとしてね、やっぱ阪神ファン、まあ声出しはどうかなって思うんですけど、でもやっぱ熱い気持ち、ああいう熱い気持ちっていうのはね、ファンの熱い気持ちっていうのはすごく好きというかね、まあすごいなと、敵ながらね、思いました。でもドラゴンズが本当勝ってね、よかったです。あれで負けてたらね、もう本当白目向いてね、もう泡吹いて死んでたんで、本当によかったです、勝てて。ということで、これでね、現地観戦ね、7勝13敗1分け。まあ、これでも借金6ですけど、ドラゴンズよりはね、借金が少ないということで、これで今季名古屋ドームね、現地観戦は終了ですけど、4勝1敗。まあ、すごくね、いい成績残せたんじゃないかなと思います。やっぱまあ、名古屋ドームはね、ドラゴンズね、ホームは勝率いいですから、基本的にアウトローにはいつも東京に住んでるんでね、ビジターが多いんで、やっぱホームはね、成績がおのずと良くなるのかなと思うんですけど、まあ、このままね、このままの勢いでね、来週ね、神宮3連戦は天気の方が心配ですけど、現地観戦行こうと思ってるんで、なんとかね、勝って、少しでもクライマックスに望みをね、繋げてほしいと思います。そしてね、名古屋ドームこれで阪神1年間終了ということで、お疲れ様でした。本当にね、阪神甲子園では鬼門なんですけど、バンテリンドームではね、ドラゴンズが圧倒できたんじゃないかなっていう1年の記憶ですけどね、本当に1年間ね、お疲れ様でした。まだ甲子園で試合残ってるんでね、なぁ、甲子園はちょっと嫌な雰囲気しかないですけど、なんとかね、阪神に勝ち越せるようにね、頑張りたいと思います。本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではね、また来週の動画でお会いしましょう。またね、最後名古屋ドーム勝ててよかった。